思いやりが足りないぞオイラの幻想な翼はめちゃくちゃ疲れてとあそうだお前何者だタルタリアだ講師と呼んでくれていいよでは、オイラたちを助けたからって見下してないか <laughs> そんなつもりはないさ名前というものはただの記号だからね例えば。 君たちはモンドで宿女に会ったね宿女コーお前ファデュイの執行官か、はああそう怖い顔しないで別に喧嘩を売りに来たわけじゃないからどうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだねふうんあの女のことは俺も好きじゃないんだよひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ そうだよ助けに俺は悪いやつじゃないやまあ悪いやつか <laughs> とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃないとりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない <laughs> <laughs> サンキューな岸士さん君のモンドでの活躍は聞いたよだから さっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ、君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど、嘆かわしいかな。ファデュイはスネージナヤの死者だ。こんな大きな事件に対して、俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。 それはファデュイのせいだと思うけど <laughs> それは否定した方がいいのかなまあいいさ知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ俺も警戒されるのには慣れているしかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら君には帰宅に銀行まで来てもらう必要があるそれにここにとどまり続けるのもよくない ゆえには「壁に耳あり」ということわざがあるからね。